一人取り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。給食の大革命、目指すのはこちら。食品ロスを減らす。みんな大好き給食の時間。もぐもぐ食べてとっても美味しそう。東京都の足立区にある小中学校では、日本一美味しい給食を目指すある工夫がされているんだって。一体どういうことなんだろう。月に1回各学校の栄養士さんたちとそれぞれの情報交換をしたり、アドバイスし合ったりっていう機会を設けています。足立区の給食は学校ごとにいる栄養士さんが献立を考えています。だけど学校によって味が違うことや食べ残しが多いことが問題となっていました。そこで区役所の中に美味しい給食担当課を設置。栄養士さんたちを集めて美味しい給食検討会を行っています。すると足立区の特産品小松菜を生かした小松菜そぼろ丼に、小松菜ビスキュイパン、個性的で人気のメニューが生まれました。子供が苦手なサラダの上にフライドポテトを乗せる工夫も。給食のサラダが好きです。ベテランの栄養士さんが学校を回って調理工程のアドバイスも。こうした取り組みの結果、食べ残しの量がおよそ 70% も減りました。さらにこんなこだわりも。鰹節や昆布だしなど天然の出汁を使った薄味を徹底しているんだって。残菜だけじゃなくて、今後は子どもたちの食の意識っていうところを高めていくようになっていけばいいなと思います。おいしい給食で明るい未来。